いきなりだが、俺はこの動画を担当するレンだ。よろしくな。私はレーナよ。よろしく。前回の北条氏綱の動画はマリンが担当していたようだが、今回は俺たち二人が担当する。今回は歴史上の出来事について解説するから、私たち二人が担当ってわけ。マリンは人物解説担当ってわけね。そういうこと。まあ、出来事については二人の方が解説しやすいってわけさ。ところで、今日は何について解説するの？私何も聞いてないけど。今日は倭寇と密貿易についてさ。初回にはいいテーマだろ。なるほどね。なかなかいいじゃない。この時代の国際環境を倭寇と密貿易抜きには語れない。そうね。その初回に倭寇を持ってくるのはいいアイデアだと思うわ。私も知らないこと多いから勉強になるわ。じゃあ、何がすごいのか早速解説していきますか。まず倭寇の前に当時の東アジアの状況を確認しておこう。14世紀後半以降、東アジアでは中国の明朝の下で海禁政策が実施されていた。つまり中国では海に出て海外へ出ていくことは NG、 また他国人が海外からやってくるのも NG ってわけね。ただそれだと貿易や外交ができない。そこで一つだけ許されている貿易、外交の形態が存在していたんだ。それこそが朝貢貿易。他国が明朝に貢ぎ物を持って挨拶に来る代わりに、明朝側から膨大な返し品をもらうことができる。そしてその時に限っては貿易をすることが可能になるわけね。そう、つまり明朝は貿易を朝貢貿易に限定し、私貿易を厳しく禁じていた。これこそが明朝といえばの海禁朝貢システムだ。ただそのシステムがしっかり機能していたのはせいぜい宣徳年間までだ。正統年間以降になると徐々にこのシステムがほころびを見せ始める。正統年間といえばちょうど土木の変が起こった頃ね。確かに土木の変で北方民族の脅威が顕在化したというのは無視できない。北方防備の強化に多額の費用が必要になってくるからな。財政が悪化してくるってわけね。ああ、それにもかかわらず朝貢貿易ってのは明朝にとってほぼ赤字の貿易だ。朝貢制度の運営費が膨張しすぎて、こっちも財政を圧迫していたわけだ。そこで明朝は朝貢貿易の経費削減のために返し品を減らしたり、朝貢頻度に制限を設けたりした。日本の例で言えば10年一貢ってのが有名ね。そうだな。それは慶泰4年に定められた慶泰約定ってやつだ。日本は10年に1回の頻度で朝貢することを原則とされたっていうことになる。全然守ってなかった気もするけど。まあこれと同じようなことを他の国にもやっていったわけだ。でもそれだと朝貢国からしたら貿易できる頻度を減らされ、もらえる返し品の量も減らされることになるわね。当然朝貢国は朝貢貿易自体に魅力を感じなくなる。そして朝貢国はだんだん減っていく。これによって朝貢貿易は衰退していったんだ。なるほどね。でもそれだと貿易はどうやってすればいいのかしら。そこで登場するのが密貿易さ。基本的にはただの私貿易なんだけど、なんせ明朝はこれを許可していないからな。私貿易は密貿易にあたるってわけね。密貿易は15世紀の後半からどんどん拡大していったんだけど、これには密貿易を行う商人だけじゃなくて共進と呼ばれる地方有力者も絡んでいてね。つまり地方の有力者はこれを黙認していたと。黙認どころか密貿易を推進することによって自らの富と力を蓄えていったとも言える。それどころか明朝の地方官僚も絡んでいたんだ。それは厄介ね。明朝は工事年間になると朝貢貿易に関税をかけるようになる。これを中分制と呼ぶんだが、正徳年間になると広州の地方官僚がこれを非朝貢船にも応用しだしたんだ。つまり密貿易できていた船に関税をかけ始めたってこと。そう、密貿易を黙認する代わりにそこから関税を取る。もはや地方官僚も密貿易の恩恵に預かるようになっていた。共進層も混じっていて手出しができない上に、本来取り締まるはずの地方官僚側にも密貿易者と結託する者が現れ始める。もはやどうしようもないわね。そしてその密貿易者の中には海賊行為を行う者もいて、
中国人だけではなく、日本人や朝鮮人などのいろいろな民族が参加していたんだ。この海賊兼密貿易者の多国籍集団のことを倭寇と呼ぶのさ。特に15世紀後半から16世紀に発生した倭寇は後期倭寇と呼ばれる。14世紀の前期倭寇に対して今回のは後期倭寇ってことね。そういうこと。これが16世紀当時の東アジアの状況さ。ここまで見ただけでも東アジアがかなりの無秩序状態にあったということがわかるわね。そうだな。この時期の東アジアの主人公は彼らのような国境を越えた人々とも言える。ではここからは具体的に倭寇がどのような運命をたどったのかを説明していく。まず倭寇の拠点は大きく2つあった。一つは浙江省寧波沖の集山群島に位置する曹初公、もう一つは福建省昭州に位置する月光だ。曹初は1520年代から勃興し始める割と新しい拠点だ。嘉靖5年、明朝に捕らえられていた福建出身の棟梁が脱獄して東南アジア諸国を曹初に招いた。これが曹初の始まりと言われている。棟梁は福建出身なのね。ああ、後で触れるけど月光のある福建省はもっと古くから倭寇の拠点だった。その福建の人物が曹初を作ったのね。その後曹初は巨頭をはじめとする巨一族や福建出身の李光頭によって率いられるようになる。後に倭寇の頭目となる王直もこの頃は巨頭の配下にいた。また巨一族はマラッカ方面の貿易網を牛耳っていたため、ポルトガル人とも関係を築いていた。ポルトガル人は1511年にマラッカ王国を滅ぼして、ちょうどこの時期に東アジアに進出し始めていたわね。さらにポルトガル人は1517年に広州を窓口に明朝へ使節を送っているが、これを拒絶されている。そして1521年には敦煌の駅、翌年には西双湾の駅によってポルトガル人は広州湾から追い出されていた。つまりポルトガル人は明朝と正式な国交を結ぶことができなかったってわけね。交貿易をする機会を失ったポルトガル人は死貿易、すなわち密貿易に走る。強一族はマラッカですでに交流があったポルトガル人を曹初に招いた。ここで倭寇とつながるわね。これにより密貿易集団に新たにポルトガル人が加わることになったんだ。また巨頭配下の王直も日本から博多商人の助左衛門らを曹初に招いていた。倭寇の中に日本人はすでに存在していたと思われるが、ここで博多商人などの日本商人も曹初の貿易に参加することになった。つまり当時の倭寇には中国人、日本人、朝鮮人、ポルトガル人が参加していたと。それだけじゃない。最初に招かれた東南アジア人やポルトガル人が連れてきたインド人やアフリカ人の傭兵、倭寇の多国籍化はすでに東アジアの域を超えていたともいえる。こうして拡大していく倭寇を明朝が当然見過ごすはずがなかった。嘉靖26年7月、浙江準部県福建軍務提督の朱鑑という人物が派遣された。えらく長い肩書きね。浙江省と福建省の偉い人程度に思っていればいいさ。朱鑑は密貿易の取り締まりを徹底し、翌年4月には曹初へ攻撃を開始した。これによって曹初は封鎖され、巨一族は捕らえられた。さらに朱鑑は福建省昭州に逃れた李光頭を追撃し、これを捕らえ処刑した。こうして曹初の繁栄は突然の終わりを告げたんだ。意外とあっけないわね。もちろんこれで倭寇が壊滅したわけではないさ。逃れた倭寇はすぐそばの烈光に新たな拠点を設けた。この時倭寇をまとめたのが王直だ。倭寇は王直のもとに再結集して活動を続けたのね。ところが烈光もすぐに攻撃の対象にされる。嘉靖32年、ユタイユーと東国間に率いられた民軍が烈光を攻撃した。王直は逃亡、日本の後藤に逃れることになった。これで王直が日本に来ることになるのね。でもこれで倭寇は壊滅したの？そうはならなかった。むしろ中心拠点を失った倭寇は拠点を分散させた。なるほどね。明朝の行動は完全に裏目に出ちゃったわけね。これによって取り締まりが一層難しくなり、倭寇の活動は最盛期を迎える。これが嘉靖の大倭寇と呼ばれる現象さ。一箇所に留めておけばよかったものの、飛んだ失策ね。
倭寇の鎮圧はもはや相当困難な状況にあった。というのも総書攻撃時に密貿易者と共進とのつながりが顕著に現れた。倭寇が総書から追い払われたことによって損害を受けた共進層が主眼の弾劾を画策。明朝内の反主眼派の陳旧徳を動かし、主眼の弾劾告発を行わせたんだ。これによって主眼は失脚、失意のうちに自殺したとされる。倭寇を討伐したら下で、共進によって自分の地位を奪われるとか、もはやどうしようもないじゃない。それだけ倭寇の問題の根は深かった。討伐したら敗おしまいなんて状況ではなかったってことさ。火星の大倭寇によって倭寇は最盛期を迎えるわけだけど、そのリーダーである王直は日本に拠点を構えていた。王直は平戸松良氏に招かれ、後藤に拠点を移し、自分は平戸に居を構えた。そこで王直は騎王と称し、平戸に盗物や南蛮品の物産を多くもたらしていた。平戸ではかなりもてはやされたでしょうね。ところが火星34年、王直のもとに明朝から使者がやってくる。この使者を使わしたのは摂高総督の呼送権。その内容は誤使、要するに貿易を認めるから戻ってこいというものだった。そんなの 100% 罠じゃない、引っかかるわけないわ。ところが少なくとも呼送権は本気で誤使を認めるつもりだったらしい。王直もさすがにすぐには応じなかったが、呼送権と王直は同じ紀州の出身だったこともあり、必死の説得によって最終的には折れた。王直はついに帰国を決意したが、当然これは罠だった。さっき呼送権は誤使を認めるつもりだったって言ったじゃない。呼送権はな。明朝上層部は急に方針を転換して、王直は捕らえられた。呼送権も騙されていたんだ。これは明朝内に存在した反呼送権派の仕業だったとされている。明朝内の権力闘争も結びついていたのね。王直は2年間幽閉された後、火星38年に処刑された。他にも徐海や陳東といった主要なリーダーが次々と捕獲され、火星の大倭寇は次第に収束へと向かっていく。ところがこれで問題が全て解決したわけじゃない。倭寇の頭目を捉えたからといって終わりじゃないって言ってたものね。結局呼送権も主眼と同じような運命をたどったんだ。倭寇の大物が逮捕されたことによって、確かに浙江省の倭寇騒ぎは下火になったんだが、それに代わって今度は福建省の倭寇が活動を活発化させていた。呼送権はその責任を取らされて投獄され、獄死した。結局同じことの繰り返しね。じゃあどうやってこの倭寇問題を解決するか。明朝側はここで一種の妥協案に転じる。すなわち死亡役を一部認めてしまおうということだ。そこで注目されるのがもう一つの倭寇の拠点である福建省昭州の月光だ。ここまでに出てきた中にも東梁とか李光頭とかの福建出身の倭寇がいたわね。月光は15世紀後半以来古くから倭寇の拠点だった。火星の大倭寇が収束に向かう中、月光では月光24章の乱が勃発する。これは倭寇の南下によって福建沿岸部の荒廃が進むと同時に、民衆の急暴化が進んだことから起こった反乱で、これを率いていたのは密貿易に携わっていた張威をはじめとする月光24章と呼ばれるグループだ。待って、倭寇によって苦しめられたのに密貿易を行っていた倭寇に率いられて反乱を起こしたの？そこら辺はよくわからないんだが、おそらく不満が倭寇に対して向いたのではなく、重い税負担を強いてくる地方政府に向いたということなんだろう。反乱を起こされた明朝側も倭寇の頭目である公的鎮を買収して鎮圧に向かわせているぐらいだからな。倭寇も複数のグループがあったと考えた方が自然だ。そうなの？それで鎮圧はできたの？いや、逆に公的鎮は返り討ちにあった。さらに反乱は同時期に起こっていた別の倭寇である長連の反乱とも結びつき、反乱は拡大する一方だった。最終的に明朝側は勝負政策に転じざるを得なかった。反乱軍もそれに応じて火星42年には停戦したようだ。ところが同年に公的鎮が捕らえられ処刑されたのを機に、翌年になると張威らは再び蜂起した。しかしこの2回目の反乱は失敗に終わり、張威は捕らえられて処刑されたんだ。ここに月光24章の乱は鎮圧された。でもこれでは同じことを繰り返すことにならない。
問題の根本はまだ解決されてないように見えるけど。そうだな。だから明朝はさっきも言った通り妥協策に転じることになるんだ。死亡液の一部を認めるってやつね。火星42年の月光24章の乱の最中、復権準部の丹林によって解禁の緩和が上奏される。丹林の構想は月光の一行だけ開港し、貿易を認めることによって密貿易者のガス抜きをするというものだった。その代わり月光では貿易の管理を徹底し、解剖の強化も行う。つまり目の届く範囲に密貿易者を置いて管理しようってわけね。確かにこれなら無秩序状態は免れるかもしれない。賢明な判断ね。残念ながら丹林が生きている間に計画が実行に移されることはなかったが、この計画は後継者たちに受け継がれる。火星帝から竜慶帝への代替わりのタイミングで復権準部の徒宅民が上奏を行い、竜慶元年ついに月光は開港した。いくつかの条件はあったものの、こうして新たに月光体制が成立したんだ。厳しい解禁によって生み出された倭寇という存在は、有力な海将へと姿を変えながらこの後も存続していき、消滅することはなかった。それはいつの時代にも国境を越えた人々が存在し、交流が行われていたことを意味する。倭寇とはその一つの姿に過ぎないのだ。今回の動画はここまでだ。次回もよろしく頼む。私たちも勉強頑張らなきゃね。